はい、ではフロントバンパーから見ていきます。ちょっと傷があるかな、そんなに目立たないです。で純正ホブ付きですね、こんな感じ。ここにもちょっと傷がありますね。ヘッドライトはまあ若干の黄ばみかなっていうぐらいですかね。ボンネットは綺麗な、状態です。で、左のフロントフェンダー、まあ、薄い線傷みたいのはありますけど、そんなに気にならないレベルですね。純正ホイールです。タイヤの溝はまあもうちょっとかなっていう感じですかね。ドアミラーこんな感じです。助手席側のドアこんな感じになっています。ちょっとここが、ぶつかってへこんでいるようなところはありますね。で、サイドステップ周りはこんな感じになっております。まあ多少の飛び石傷とかがあるかなといった感じですね。で、左リアフェンダー、こちら綺麗な感じですね。左リアコイルです。で、へこみとかは、大きく特に目立ってっていうのはないですかね。で、左リアのバンパー周りは綺麗な感じで、ここら辺ですかね、ちょっとポツポツと、傷がついてるかなっていうところが見受けられますね。こんな感じです。ハッチの方は綺麗な状態、リアウィングちょっと、傷がついてますね。こんな感じです。で、右のフェンダー、こちらは特に気になるようなところはないかな。はい、右リアホイール、ちょっとガリ傷多めですかね。運転席のドア、この辺かな、ちょっと傷が多めについてるかなといった感じです。サイドステップ周りはまあ、乗り降りの時につくようなちょっとした薄い傷はありますけれども、まあ、目立って大きく何かついているような感じはないですね。右のフロントフェンダーも特に目立つような傷はなさそうです。はい、最後にルーフです。まあ、特に大きなへこみとか傷とかはなさそうですね。はい、以上 EP3 の外装でした。